今回はこのさゆりさんの息子を演じさせていただきまして、初めにそのこの役が決まった時にコメントを出させてもらった時にもやはりその吉永さゆりからやっぱり大泉は生まれないというコメントを言わせていただきましたけども、でも現場に入りますと、あ、でも本当に なんか分かんないけど間違って俺生まれたんだなという気がいたしまして、現場では本当に母親にしか思えないさゆりさんがいらっしゃいまして、現場で大泉さんといえばやはりぼやきだと思うんですけれども、撮影現場を通して何かそういったぼやいたこととかってございましたか？もしくは一切ぼやいてません。いや、まあ、恐ろしいこと言いますね。ぼやくなんてとんでもないです。この現場で常にもう大感動してました。工藤さん、一緒にいてぼやきは聞きませんでしたか？ずっとぼやいてましたけどね。ぼやいてません。工藤さんはぼやいてました。工藤さんぼやいてましたよ。いや、もうその監督がその自由奔放に工藤さんにはなんかそのアドリブのセリフ足すんですよ。ほんでねえ、その皆さん、僕はその明夫君に会社をクビにされたんですよっていうのを、なんか現場で突然監督が、工藤君首を会社にされたって言えとかって言われて、どんどんすごい面白いセリフを足されていくんですけど、それに対してずっと彼は戸惑ってて、本当にいいのかなと思ってました。本当に使われてるのかなと思ったとこ全部使われてました。びっくりしました。工藤さんはぼやいてましたけど、いやでも僕はもう、まあ、こんな幸せな時間はないと私は言ってました。ということは吉永さんは聞いてらっしゃらない、大泉さんのぼやきは一度も聞いてません。あ、そうですか。ぼやくわけないだろう、君何言ってんだ。完璧です。いないよ、日本で吉永さんにぼやくやつなんて。恐ろしいこと言うな、本当にびっくりするよ。はい、こんな素晴らしい日本映画に出演できたことを本当になんか誇りに思いましたし、光栄でしたし、なんか見終わった後はなんかもう感無量だなという感想でございました。先ほども山田監督とお話しして、とってもなんていうんでしょう、すっきりと見れるというか、なんか爽やかな映画だと思ったんですって話をしたら、その映画というのはもうそういうもんじゃなきゃいけないと、とってもなんかコミカルで軽やかでなくちゃいけないんだよなんていう話をされて、本当その通りの映画なんです。そんなになんかこう大きな出来事が起きるわけではない映画ではあるんですが、でもすごくやっぱりドラマチックで、そしてとっても切ないところもあって、でもやっぱり面白くて、監督が現場で僕たちに用意の後にさらにそこから演出があるんですね。用意はいの間に、用意悲しくて悲しくてしょうがないんだスタートみたいな、でもなんかその直前に言う演出ですごくお芝居が変わるし、またポッという面白いアイディアでどんどん映画が面白くなってくる。山田さんの映画がこんなに面白いのはやっぱり監督の細かい演出で面白くなってたんだっていうのが改めて分かったという映画でございました。すごく笑えるところもあるし、でも短い間にとっても大事なことが詰まった映画だと思います。こんなになんか満ち足りた気持ちになれる映画はないと思いますんで、公開になりましたらどうぞ多くの方に見てほしい映画です。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。よろしいでしょうか。もうちょっと、もうちょっとですね。今パンしてますんで、はい、はい、大丈夫でしょうか。